ロシア軍がウクライナ南東部マリウポリの製鉄所に立てこもっているウクライナ側の部隊に対し降伏を呼びかけています。ロシア側が設定した武装解除の期限まであと1時間に迫っています。ロシア国防省はマリウポリのアゾフスタリ製鉄所に立てこもるウクライナ側の部隊に対し、日本時間の午後8時に武装を解除して降伏するよう呼びかけています。 また、マリウポリからの市民の退避についてウクライナの副首相は先ほど日本時間の午後8時から人道回廊を設置することでロシア側と暫定的に合意したと発表しました。